全く知らないです。ということで対戦よろしくお願いします。早速プレイしていきましょう。おお。おお。は？え？何ですかこれ？なんかマウスカーソル映るんだけど、バグってるこれ。いや、これクリア見つけるわ、俺が。これ多分ね、おそらく一緒に踊るんだよ。絶対そう。どう？ごめん。これマジで何も説明がないまま、この世界に送られて、これが圧倒的に好評という評価を得ている理由が全く今のところつかめてない。まさか外に出る。何？これ何かいるんじゃないか。ほら、異端者いる、異端者。あ、待って、導かれてない？これこっちだよって。これオープンワールドだ。なんかスピード速くなってない？ダッシュある。実績ロック解除した。サークル、あれ乗ってないお嬢さんたちいない？何これ、怖いんだけど。なんか夢に出てきそうなんだけど。これ族長だろ絶対。こいつ、こいつ族長でしょ。ガキもいる。キッズプレイングっていう実績解除した。なんだこいつらは。入れ墨が入ってる。四股踏んでるな。ここは？あ、族長でしょ。これ絶対族長だ。明らかに佇まいが違うぞ。絶対実績だろ。ほら、チャートルっていう実績解除したわ。タップダンスか。やばい、なんか音楽が盛り上がってきた。あ、待って、よく考えて、パイナップルオンピッツァ、このゲームは。つまりピザの上にパイナップルが乗ってるという意味。つまりこの島自体がパイナップ、あれこれパインじゃない？この島、これピザなんじゃない？だからピザかパインかって話。つまりパイナップルがどっかにあって乗せるんじゃないか。違う、俺たち自身がパイナップルなのか。先ほどの入れ墨を見に行こう。入れ墨にヒントが隠され、
野菜がある。これはまずは降りる前に全体像を見よう。何かヒントが隠されている。降りよう。住民たちが、あー、まずい、まずい、陽気な音楽、あ、これもしかしてピザを焼いてるんじゃない今。やばい、すごいうるさい音楽が。ちょっと音でかすぎ、音でかすぎ、ちょっと待って待って、音でかすぎやって。うわぁ、とんでもないことになってる。やばい、住民たちが、大丈夫か、ミートソースなのか。なんだこれ、もう上行けねえ、ぐちゃぐちゃだ。パイナップルがどっかにあるとか。は？何？うおー、パイナップルオンピザ。いや感動するわ、さすがに、さすがに感動した、さすがに感動。さすがに感動するわ。ごめん。これゲームオブジーヤーです、これ。何？ちょっとなんか不穏に終わるのやめろや。実はこのゲームの作者はパイナップルピザが好きなのではないかと思い始めた。以下ネタバレを含む考察なので先にプレイすることをお勧めする。多くの人はパイナップルオンピザが欧米で余計なことをして全体を台無しにするような意味合いの慣用句であることから、火山を噴火させ平和の島の、島民を絶滅させたプレイヤーこそ余計なことをして全体を台無しにした、つまりパイナップルオンピザであると、そのように考えてピザにパイナップルを乗せる行為はそれほど罪深いというメッセージが作者の意図という結論に至ったはずだ。いや、すいません、そんな結論に至ってないですけどね、まず。しかも私は最初はそう感じた。しかしながら何度も嬉しく思うぞ。まず壁画から読み取れるのが、この島では火山が噴火の兆候を見せた踊りによって火山活動を鎮める風習があったはずだ。実際ゲームプレイ開始時には火山から煙が上がり、島民はプレイヤーを除いて全員が踊ってる。この風習はこれまで火山が煙を上げても大規模な噴火に至らず、島民が生き残ってきたことから島民全員に信じられている。ただこれは偶然で、今まで運よく噴火しなかっただけに過ぎない。しながら風習を信じている島民は避難用のシェルターを作るとか、脱出用の
つまりパイナップルオンピザイコール余計なことという間違った考えにとらわれていることが身を滅ぼす。それがこのゲームの作者の意図なのだ。ちなみにですね、この方何度もプレイしって書いてるんですけど、あのレビューの時に 0.3 時間しかやってないんですけどねえ0.3 時間しかやってねえじゃねえかお前。20分ぐらいしかやってないだろこれ。 0.18 分しかやってないじゃんねえ。嘘つくな。これが圧倒的に好評なのか。ゲームって何が売れるかわかんねえな。プレイして5分。あなたは後ろから刺されたような感覚に陥る。落ちんないよ。想像豊かすぎだろ。いいゲームでしたね。感動した。ちょっと待って。77時間プレイしてんだけど。待って、77時間って、俺のティア金よりやってんだけど。嘘でしょ。77時間このゲームやってんの？とんでもないんですけど。